皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日はこちらの商品、ドン、ワイズのフリーレンチということで、最近ワイズよく聞くようになったと思うんですけども、まあ新潟の工具メーカーです。で、藤屋さんね、フライヤーの藤屋さんのグループ会社になったということで、まあ開発とかですね、新製品、まあいろんなものが出てくるようになったんですが、まあワイズさんというのはもともとマニア系工具ということで、そんな工具なかなか売れないでしょっていうのを、まあ、積極的に出して、だからたくさん売れるものよりも、まあ、ユニークな工具を出すのがとても、得意なメーカーさんということでございました。まあ、私もね、ワイズさんの工場も行ったんですけども、なんていうのかな、もう近代的な設備とめちゃくちゃアナログな手作りの部分が融合した非常に面白い工場で、まあ、そこで作られた工具です。で、今日ねご紹介するこのフリーレンチなんですけれども、まあフリーレンチの話をする前に、いわゆるこのキャップボルトですね、六角穴付きボルトっていうのが、まあ最近いろんなところで非常に増えているんですけれども、まあなぜ六角穴付きボルトが増えてるかっていうと、一番大きな理由っていうのは、六角ボルトだとその六角ボルトの外側にこう工具をこうソケットとかをねこう被せて回さなきゃいけないということで、ボルトとボルトの間の間隔をある一定開けないとボルトが作れなかったんですね。でも六角穴付き、つまりこういった穴系のボルトっていうのは、外側の頭を小さくして、でその穴を入れることによって、まあ、小さなスペースにたくさんのネジを入れたい場合なんかにこの非常に優れているっていうことが一点で、もう一つはですね、十字の、まあ、フィリップス、まあ、十字のボルトに比べますと、六角で下までこういうふうにまっすぐ穴が開いてますんで、要は回した時に発生する工具とビスを離そうとする、これカムアウトっていう力なんだけれども、それが発生しない。カムアウト、まあ、物理的に言うと本当はゼロって言われてるんですね。つまり押し付けて回さなくてもネジが回せるよっていうことで、工具の消耗度が非常に低いと。ということで、こういう六角穴付きのボルトが非常に増えてますと。ということで、まあ、この六角穴付きボルトを回す工具が、これからまあ、たくさん出てくると思うんですけれども、実は未だにこの六角穴付きボルトっていうと、この L 型レンチ、これが使われてるっていうのが、まあ、実情でございます。だけど、本当はいろいろいい工具があるんだよと。かつてもいろいろ出たんだけれども、なかなかそのメジャーになりきれないということで、普及していなかったんだけれども、まあワイズさん頑張って今回このフリーレンチ作ってくれました。で、どういう特徴があるかっていうと、これちょっとやってみたいと思うんですけど、で、こういうところにさっき言ったみたいに、ここにバババババババッとこうキャップボルトがあったりして、ここに壁があるとっていう時なんかだと、このネジをアプローチしたいっていう時にこう回すとですね、ここまでいったらここ当たっちゃうので、また抜いて入れなきゃいけない、また抜いて入れなきゃいけない、早回しするにしてもこういう風にして一生懸命回さなきゃいけないですね。で、最後増し締めしたい時にはまたこれを入れ替えてこう持ってきてググッと回さなきゃいけない、つまりかなり手間がかかるわけです、これが。ところがこのフリーレンチの場合だと、まあここに入れますね。で、こう回した時に外さないでそのままハンドルを回せる、回してターンして回してターンしてっていうことで、付け替える必要なくアプローチできるわけですね。で、最終的にはギュッと締めた時もこれでパッっていけるわけですね。緩めたい時もキュッて緩めた後はもうこれで回せると、これで回せちゃうと。こういう状況でこれね、ここ当たっちゃうね普通でも、これがもうこういう状態で回せると。あとここね、よく見てもらうと分かりますか、こうターンした後にこれ持ってく時に、こっち側のフレキシブルがこういう動きをするんですね。こう回して、ここがこういう動きをする、回してこう動かせる、回してこう動かせるっていうことで、こういう狭いエリアでの、使い方が非常にしやすい。こういう斜めのね、こういう状態でもこういう状態でも同様に、このぐらいの角度をつけても回せるんで、ここが完全にスペースがなくてもこのぐらいの状態でも回すことができますということです。ということで、ワイズさんやってくれましたね。まあ新潟が誇る、マニア系工具メーカーのワイズさん、これからもいろんなものが出てくると思いますが、まずはこちらですね、ちょっとお試しいただければと思います。それでは皆さん、さようなら。